はい、続きからやっていくよ。暗いなこの家暗いな、しょうがないね、怖いな、照明がね足りないからしょうがない、はいはい、やっていきましょう。寝回す始めて早々寝回す、早寝早起き三文の徳、三流開始まで、三流開始までってちょっとすぐバカにしてる感じがするな。不快で起きちゃった、それはひどい。不快で起きたね。ご飯作っていただきましょう。ガーデンサラダ、お新しくない？新しい、スキルが上がったからか。もうサラダにしようよ。サラダにしましょう。3円っていいよね。 なんでそのまあ、まあ、気分かな。まあ確かにどこも変わらんねんけど、全部外やから。ね、後ろが光ってる。あ、ハーブが取れる、セージが取れるよ。トマトめっちゃ、何隠し味？ねえ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 きっときたねえきたねえきたねえな。そうじゃ、火も通さんじゃ、きたねえな火通さねえのか普通、まあ、ベジタリアン向けなの。あ、幸せになった耳クソサラダ、まあね、まあ、自分のやからね、やな。いや、ひどいわ。ちっとまあ一人暮らしだからいいんじゃない。へえ、もっとあったよね。嫌だな私。えやな、でも私の愛が詰まってるのよって言われてあれ出されるんでしょ。まあ自分が食べる分だからいいのかな。自分が食べる、私が食べるわけじゃないもんね。まあ言ってしまえばね、幸せだからいいよね、普通のと。あら、じゃあ、うん、ついでトイレしよう。トイレしてひらめき状態にして、トイレしてトイレしてひらめき状態にしてからの、ああでも昇進課題終わってるんだ。日課が終わってない。ジョークを書くか音楽の練習。音楽かな、ギターをねどんどん練習してもらおうよ。曲を演奏する。お、ちょっとロック弾けるようになったんじゃん。でも弾けんの今。弾けるんじゃん。じゃあロック弾いてもらおう。今更控えせない、え、愛の悲観、悲嘆、悲嘆、猫のゆりかご、効果ロックで、ロックでいい。猫のゆりかごって何、こっち気になる。来た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 、ひらめきで歩き方だけはかっこいいよね。歩き方はね、ひらめきやとね、ジョーク化したりとかのは曲作らせた方がいいんだけど、気分的に。うまくなったね。ね、聞ける聞ける。ちょっと弾いてほしいね。多分日課終わってないんだよね。終わってないんだ。終わってないと思う。今のじゃ足りないと思う。ほら、あ、始めたばかり、ばかりだ。なんか弾けるんだけど苦しい、ね、惜しい惜しい。あんま素人
ト感からちょっとアマチュアに行きそうな感じの、ね、なんかちょっと惜しいみたいな、ね、やっと習い始めたねみたいな、とりあえず綺麗になったねみたいな、はい早く加速します、日課は結構ね、おえぐいね、誰か来た、来たトイレから来たんちょっと待って、ちょっと待って、誰が来た、誰が来た、誰お前ゼスト、ま、マヌケくん、マヌケくん、ほんと暇なの、違うよ、ナオコが好きなんだよ、あ、好きなのかな、すっげえ顔してるけどこれどうする、なんか日課終わってないんだよね、瞑想してる人みたいな、どうしようか、日課終わってないよ、でもとりあえずちょっと、まあいいんじゃない、とりあえずいる分にはいいんじゃない、トイレしかないし、どうするちょっと、でも挨拶せんってからね、いいんじゃない、しかとしてて、あ、帰ってもらったから、勝手に来たし、まあいいよ、帰っ52、なんか哀愁漂ってんだけど、あ、終わった、お、やった、じゃあちょっとさ気になってんだよねこの人、詳しくちょっと聞いた方がいいんじゃない、ちょっとさ職業聞こうよ、今日のこと聞こう、どれだっけ、どっちが上かをはっきりさせようぜ、どっちが上か、夢についた話、夢について話す、ん、あれないね、職業の選択肢が消えてんだよな、あら、ないね、ないね、あ、いたずらがある思いっきり引っ張ったくハンドブザーでいたずらしよう、思いっきり引っ張ったくあ、お、ちょっと待って、ナオコの新たないたずらスキルによってハンドオブザーのトリックやその他いくつかのいたずらソーシャルアクションが実行できるようになりました、ちょっとごめんなさいね、消えちゃった、スキルレベル上がると新たないたずら、いたずらアクションが、いたずらにスキルあったんや、あったんだ、知らんか、知らんかった、3D ではなかったぞ、え、っていうか本当ないんだね、その素性を調べる的なやつないんだよね、だから話してたら多分なんのかな、恋愛とかあるし、やめようよ、いやだ、いたずらがある、引っ張ったか、気になる、多分まだ早いから、うん、ちょっと早い、ちょっと早いって何やじゃあとりあえずびっくりさせようよ、パッチアロガーバスキル超上がるの大変じゃないこれ、なかなかハードル高い、ハードル高いね、あっ引っかかったとか言ってんの、ね、おお、めっちゃ上がった、3分の1結構上がったよ、すげえ、飲み物とか、ちょ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 に行くの分かんないんだよこの人、とりあえずお世辞言ってみたら、そうだね、よし、no, お世辞、お世辞、とりあえずお世辞を言う、あ、言ってくれてるよ、アドゥンダワラコイゴーシュタバーヘムカハブドルフィス、おしゃべりしてる、ん？軽食を取る、お腹空いてるの？いや、そうでもないんだけど、食べること好きなのかな、カウチポテトやっちゃう、太るよ、太っちゃうよ、このせ、このシムのね、シムズフォイなんだよ、太りやすいからね、びっくりしたけど、じゃあちょっと政治取っとこうよ、結局マヌケ君は何なの、わかんないねー、マヌケくんの、まあ、マヌケくんはマヌケだからいいのかな、わかんないね、関係が親友なのかな、帰った、結局ゼストジョニーくん、
あ、特殊さまだ分かりませんか。全然分からんな。あ、人んちのギター弾き出した。ひどい。こっちこっちひどかった。なんで弾こうと思った。手洗ってんだけど手洗ってるんだけど。あ、まあね、政治取りに行ったから。あ、素晴らしいね。いや、一瞬俺今さ、ちょっとすげえ失礼話していい、うん、あのゼスト君と握手したこと思って政治を取りに行った言い訳かもしれん。言い訳かもしれん。ちょっと政治取ってくるねっつって、うん、めっちゃ手洗ってるんだけど、超性格悪いやそれは超性格悪いじゃん。あ、しかも飲み物飲むんじゃないんだよね。そこで飲むんじゃない。せめて冷蔵庫で取りなさい。とりあえずさ、ジョークの腕磨こうよ。ほんとだよ。完了してるから、ちょっとね、コメディスキル上げよ、ギリギリまで。ゼスト君隣で弾いてるから、ちょっとシュールなんだけど。ネタを練習するだね。もうコンビだよこれ。ギターの弾け、バイオリンの弾けない相方とコンビ。お互いに気にならないんだろう。絶対周りが気になるよ。だから体張ってネタをやめなさい。カフス。何これ。ちょっと飛ばしてみる。加速。おお。え、何、自信がある。なんでうまくいったの。ああ、心の準備ができたから。あ、お、仕事の前にってこと。ブーストも入ってるってことだね。今こんななるんだ。見てよほら、もうすり減らした神経。下手な楽器の演奏聞かされるのは、自生死の心の塊のような人にとっても苦痛でさ。まぬけくんのせいだ。すり減らされた。すり減らされてんのか。ゴリゴリ。やっぱイラッとするんや。イラッとするのか。でもそれをかき消してるわけだね。あと2時間あるから。あ、自信があるっていいね。この胸張って。もうちょっと自信つけようよ。ちょっとうるさいからさ、風呂入ったら。あ、うるさいから風呂入ったら。じゃあ、とりあえずひらめきにしとくか。うん、うん、自信がある、超自信があるしたいけどね。オブジェクトのね、ムードのやつは全然足りないからね。しょうがない、横が横だもん。横が横だもん。しかもやめる気配ないもん。全然やめないよ俺。あとさ、直子がさ、あと1時間で仕事があるんだけど。なんかさ、弦が切れそうだよね。切らしてそう。超元気、テンション高いじゃん。あ、自信があるのまんまだ。よし、練習する。そのまま仕事に行こうぜ。でももうちょっと時間あるんだよ。飲み物ばっかり飲もうとするけど、まあいいや。喉渇いたからいいんじゃない。飲ませてあげよう。オレンジジュースだ。いつのかな。シムの世界の冷蔵庫は4次元ポケットだから。でも腐ったりするやん。よくわかんないんだよね。よ、食べ物は出てくるのに入れたものは腐っちゃう冷蔵庫だからね。不思議な世界よね。え、今から。ターナージュリアン初めてだ。今か遊びて。いや、仕事っちゅうね。仕事やっちゅう、ね、仕事なんですって。あと20分で仕事だね。したら飲み物飲みきれる？ベチェルジャクロフォーバ。あ、めっちゃ自信ついてるわ。あ、でもムードが消えるかな。おおお。清らかな飲み物でブーストされた。へー、よし、4時間ブーストだ。いってらっしゃ。よし、お仕事だよ。いってら。なおこ、いってらっしゃい。まだ弾くんか。まだ弾くのこと。帰ってくれよ。お前は。お、ボスとおしゃべりするがあるわ。恥ずかしさのムードレート格闘するだ。もう。でも、ちょっとボス気になるんだよね。てか、ボスって誰や。誰や。ちょっと、
話そうよ。ちょっと待って、ナオコ仕事じゃん。え、これはクリフ、これは、え、ちょっと待って、だから暇なんだ。本当に君、月、月か金、土でお仕事でしょ。ボスなんじゃねえ。マジ、あ、本当にもう行かなくちゃ。遊んでくれてありがとう。またね。仕事来た。遅刻じゃねえか。30分遅刻してるよ。軽く。本当間抜けだな、やっぱり。あー、ダメか。次だね。まあ、でもどっちみち今日はダメだったよ、多分。ダメか。足りんか。次だね。三流と次はなんだ。三流と前座でしょ、確か。書いてあったっけ。あ、そっか、前座や。前座になれる。で、どこ行った？直子ちゃん。あ、いたいたいた。眠らせましょうか。このまま。うん。お仕事お疲れ様でございます。メイクは明日、取ればいいよ。あ、自信がある開け方だ。うわ。勇ましい。いや、ちょっと違うよ。やめよう。おお、来た。はい、おはよう、直子。グッモーニング。グッモーニング。というわけでご飯食べましょう。うん、朝から BLT サンドイッチやらなかったね。ね。でも作ってみましょう。ベジタブル、なんだ、ビーフレタス？なんだっけ、なんか BLT の略あったよね。何？忘れた。ビーフじゃねえな。あー、忘れちった。ん？お？錬金術。でもさ、うん、すげえまともになったよね。まともになったね。いや、でも耳くそほじってる時点まともじゃないんだけどさ。包丁とさ、うん、まな板は大変なことになるやろうけど、うん、まあまあまあ、あのね、フライパンをね、ガシガシやるやつやるやつちょっと怖いんだよね。やるやつに比べたらマシだよね。まあマシだね。ちょっと加速しよう。仕事？今日も仕事だね。お仕事があるよ。仕事か。コメディ好き。でもレベル6になりそうだ。なりそうなりそう。願望がいい感じですね。願望が出たね。願望、まず片付け終わってからからのシャワー浴びさせる。衛星も下がっちゃったしね。まあそんな下がってないんだけど、ひらめきにしよう。ムードがある方がいいからね。うん、OK。 お色気シーン。おいめっWhoa, make up a rap, hoo! What's a boo? Boo, 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 boo. Oh, clean a boo. Boo, clean a boo. Boo, clean a boo. All the rain. 何の歌なの？新の世界じゃ、じゃあ、多分、すげえ有名なあれなんでしょ？全部作曲直子でしょ？芸人の道のために？うん。おしゃ、ひらめきになった。というわけで、音楽か。っていうか、あの格好でコメントコントやればいいと思うんだよ。まあ、まあ、間違いはないけどね。絶対これよりいいやん。あ、壊れてる。あ、買い直しじゃない。そうだね。入れ替えよう。入れ替えよう。すごいよね。入れ替えるでも簡単に終わっちゃうから、ね、まだ請求書来ない。さらちだからね。電気で使ってると思うんだけど。隣の家の電気勝手に使ってるみたいな。ちょっと使わしてみたいな。嘘でしょ。嘘でしょ。それ電気泥棒って言うんだよ。加速。ありがとう。それはないのか。お、お、お、来た来た。ああ、来ましたよ。155シモリオン。安いな。家賃電気代15,500円ってこと？家賃含めて。
生きていけるね。いいな。ほぼ何もないからね。トイレに行きたいらしいよ。トイレに行きたいらしいよ。まだ大丈夫でしょ。上がりそうだから。ちょっと追い込もう。おい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 。これは優先させる。いいよ。ゴスカサンドラだけど、今から家に遊び行ってもいい？嘘、そんな声かな。いや、多分違うと思う。オッケー。いいよ。いいよ。お金持ちの女の子だから。ついてくれ。てか、パトロンになってくれ。あれ？お抱えになってくれ。招き入れ、あ、入ってきてるね。普通に。ちょっと待って。あとちょっと上がるんだ。何してんの？あ、上がった。カントリーソングを演奏できるようになりましたと。へぇ。オッケー、でもレベル5になったね。オッケーオッケー、うまくなった。ちょっとトイレ行かして。カントリーソングって何？カントリーソング。カントリーロード。ダメだ、やめなさい、あの。引っかかっちゃうでしょ。引っかかっちゃうでしょ。何してんのかな。ゲーマーだったんだよね、確か。あー、楽しんでる。ハグしましょう。あ、元気づけようと、これ見るわ。お、いいね。元気づけようよ。芸人のできることだよ。悲しい。悲しいんだ。意外に真面目だった。あ、ダメなのか。ダメなんだ。悲しいんだ。あ、陰気？陰気過激だっけ？陰気。あ、やっぱないこで書く。そうなんだ。そうか。めんどくせえ。めんどくせえ。ちょっと待って、違う違う。そういう時は面白くしていこう、どんどん。そうやね。ノックノックジョーク。ノックノックジョーク。天下のノクノクジョークやろ。うんだっけ。サンセットバレーについてのジョークを言う。新しい。うわ、めっちゃヒステリックじゃん。大丈夫大丈夫。お世辞を言うんだ。パクパク。来た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 。天下のノクノクジョーク。来た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 。ミシオバ、ルシア、バルシア、ゴーバリン、テヴェネ、アシクン、ベコヤ。モノマネもしよう。エンセノク、キサナ、スティーブ、マルバナグシ、ロワンザ、ヤバナブチ。一日明るくする。明るくしよう。頼む。ブラ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 。だとね。Yips。頑張れる。おお、来た。陽気になった。ああ、やった。やった。明るくなった。Samso。すごい陽気にできた。See why。だぜ。Brun。Maybe ne。あ、ヴィニディス。Io bumativo。Ibene。Ben trip。クレイジーな目を光らせる。なんだクレイジーな目を光らせる。ちょっと結構なかなかなやつだった気がする。そうなん。ダブさ。おお、超上がった。あ、幸せになってる。幸せになってくれたよ。やった。やった、めっちゃムード上がってる。すげえ目がいってた。ダンスするんじゃないの。いいじゃん、ダンス。いや、この子明るくしないと。もうだいぶ明るくなった。大丈夫か。ちょ、いろいろ話聞きたいけどね。なんか出たね。どんどん性格分かってきてる。クリエイティブだ。肉体労働者って何？何そのバイト、キャリア。バイトってことじゃないの？え？お金持ちなのに？でもすごくない？日曜日と土曜日だけど、土日だけのバイトでしょ、5時間。陰気でクリエイティブやっちゃ。すっげえ芸術家っぽいけどさ、キャリアは肉体労働者ってどういうことなの？作家とかさ、ね、作曲家とかね、そっちだったらね、おお、なんかすごい、なんかすごいと思うけど、いわゆる同人作家なんじゃないの？はあ。
同人作家なのかわかんないけど。サムソン、ガブリープ。ああ、ラーズン。に一緒に写真を撮るってなんだ。ね。パネルフラザンバ、エルフレシアンバラ、ほら、来た。あった。ミプロイ、写真撮ろうよ。ううう、ハルノザン。お仕事ギリギリまで喋ってるけど。楽しそうって何よりだよ。うん、お、来た来た。一緒に写真を撮るってどうやって、あ、どこだ。クエクシナス、クエクシナス。アンジー。おー、すごい。楽しそう。いいね。いいよ、よかったよかった。めっちゃほら、テンション上がってるか、こっち。うちらも撮る？シャメシャメはいちー。はいちーって言って。あれ、ダンスするよ。え？終わった。え？あ、違う。喋りながらダンスしてる。とんでもない話を聞くってなってる。とんでもない話ってドン引きした話？だこんなやつに会ったのよみたいな。お、興味をそそる話をしてくれてる。へえ。仲良くなったね。でもまあダンスしてるから多分これでちょっと体力、このダンスなんだろうかすっげえ気になるんだよね。クラブで踊ってもあんまり体硬い、体硬い、体硬いてーな。まあスポーツさせてないからね。まだまだ私の方がうまく踊れる。まだ踊れると思うけど。まだただちょっとすごい。これはなんだ。謎のダンス、ロボットダンスじゃない。何このあの手、足。足取っていく。ぎこちね。ぎこちな。本当スポーツスキル上げたら上手になるの？いやわかんない。でダンスの才能は、いやでも楽器弾いてるから、うん、普通はさ音程取れるよね。うん、あのお帰った。バイバイ。バイバイ。ほらマヌケ君はさ空気読まんけど、あんこ空気読めんけど。あでもトコトコしてる。あでもそういう歩き方か。で元気になってくれてよかったよ。よかったね。ほんとよかった。お仕事始まる前に踊ってくんの気になるわ。気になるわ。何なんだろうこれ。ロボットダンスじゃん。ちょっとでき損ないの。まあ本人が楽しんだらいいんじゃない。楽しそうだね。はい、お仕事行って。すっげー気になるわ、あの腕ね。来たー、昇進しました。前座、前座に昇進した。え、なんと待って、ナオコの扉が開き始めています。そして彼女も最近素晴らしい演者になるための道が見え始めてきました。観客は今のところ気を使って笑ってくれているようです。拍手も多少はしてくれます。そうでない時もあります。また厳しい。おなじみの私のこと知らないんですかというギャグはやらない方が良さそうです。あ、でもやってしまいそうですね。やるんだ。え、CM ソングじゃん。まあ、か、トーク作家。あー、ネタ書きになるか、あれになるかってこと？次は。多分分かれるんじゃない？はあ。お、いいな。5時10時だって。全然昇進したことによって時給が、14シムリオン上がって、1時間につき54シムリオン。はあ。でボーナスで595シムオリオンで時代のロックレトロステレオをもらえたと。おう、いいね。で月火水の勤労のシフトになった。いいな。5時10時だよ。5時10時だったで。あ、でも疲れてらっしゃるわ。まあ寝よ。お疲れ。大丈夫かな、そう起きた時トイレパンパンとかならないよね。もう寝よ。眠らせよ。お疲れ様、昇進おめでとう、ナオコ。おめでとう。
前座だよ。前座だよ。絶対間抜け君より上だと思うんだよね。